どうもーセバスチャンでーす。いやー寒い寒い寒いねー。真冬の、はい、朝7時そうですね。田舎、気温マイナスですね。マイナス何度、これマイナス4万いってるね。これ寒いよ。何枚着てる今服。1、2、3枚。あー少ないわ。妥当でしょ、3枚ぐらいじゃない？少ない。お前にもその、あ、ごめん、はっちゃんにそんなになんか昔のあだ名で呼ばない。はずいはずいはずい。風邪ひいてほしくないから、もっと暖かくなってほしいね、俺は。あ、そう。これ実は、暖かさを保つために秘訣があって、体から出てる熱をいかに閉じ込めるかが大事なの。はいはいはい、なるほどね。で、これね、体を暖かく快適に守るための皮膚の表面温度っていうのはこれ32度なの。あ、服を着てる時にってこと。そう、だからこう肌に密着した服を着て、それをもう幾重にも重ね着すれば寒くないってこと。そう。あ、なるほど。ということで今回やる企画はこちら、 T シャツ重ね着限界までやったら寒いのか寒くないのかで、こんなに T シャツがあるんですか。そういうことです。何枚。およそ40枚用意してる。あ、そんな、うん、でお前がやるってことね。いや、原田さんが話聞いてました。俺はいいよ、どんな、どんなになったの。寒い。さあ、ということで原田も着替え終わりましたんで、はい、早速企画をスタートしていきたいと思います。はい、重ね着して、一体この体の熱ですね、はい、この体の熱の、はい、この服の、はい、この早くしろ早く。今1枚、そして2枚目、はい、どん。さあどんどんな、これ2枚目。2枚目、これでようやく今、もうちょっと変わったね。え？お、確かにさっきはもう T シャツとして成り立ってなかったもん。ほぼ裸。ちょっと見えてたでしょ。3枚目。3枚目。よしよし。はい、4枚目。4枚目、行こう。ちょ、これ5枚目ね。これでもう、寒くはないんだけど、ちょ、衝撃の事実、ここでいい。あ、いい。1個言っていい。袖がねえ、ただ。袖がないから死ぬほど寒いよね、ここは。いやいや、関係ない。これでももう全然ここだけで全部熱いくようになる。長袖とかないの。これ長袖も切ったし、全部。なんで切ったんだよ。6枚目。そう。7枚目。未だに寒いもん、俺。はい、8枚目。うん。9枚目。10枚。さあ、10枚。10枚。あ、もうほんと10枚まで来ると、本当にここは全く寒くない。ただ袖がねえから、それじゃまだ足りてないわ。は？だから結局何枚着たらここもあったかくなるか。ここはあったかくならないじゃん。なるなるなる。じゃあ11枚目。11枚目。あ、どうした？動きに支障が出てきました。早くも？12枚目。11枚着てるとは思えないわ。原さん、今回もギネスも絶対狙いたいと思う。おう、何枚何枚何枚。ギネスは250以上。無理だよ。13枚か。脇。脇が痛いんだ。脇が痛い。意外。あ、すごい、なんかかっこいいもん。ハリウッド俳優みたい。マジで、うん。あ、すげえ、かぶいてる。めちゃめちゃかぶいてる。ちょっともう切れないかもしれない。あ、マジで。あ、そうなってくるの。うん、もう切れない。いや、もう体が動かなくなってきてる。すごいわ、こんないく。最後ここからなんの、お前の体もう化け物。そう、そうだ。お、30枚目でございます。はいはいはい。カチコチ。カチコチでしょ。すごいわ。さあ、そしてここからはもうおしゃれになってから、外着だから。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。こんなでかかったロゴ。ずーっと XL やってきたけど、ここで M が来た。あ、すごいわ。すごい、うん、アメリカ人、アメリカ人、アメリカ人、うん、ちっ
ちゃいんやろ、ずっと。なんでちっちゃいどんどんちっちゃく。お客さんに合うと思うんですよ。あ、これきついかも、安倍さん。この T シャツは無理かも。結構タイトめに着るのが今お流行りなんで。いきますね、お客さん。結構体のラインが。マジで血が止まってるから。あ、嘘。めっちゃちっちゃい。これ無理だよ、阿部さん。嘘、うん、マジで。これは無理、これは無理。絶対なんとかするんだ。よいしょ。もう最後ここに来て女もちっちゃい。ここに来て女もの T シャツ渡すね。で、これで、はい、全部決まりました。すごい、決まりました。寒い。いや、寒くない。お、寒くないけど、お、袖が寒いだから。袖がないパッと振り返れる。後ろ、後ろから逆から。これより全然寒くない。え、マジ？寒くないよ、ここはね。え、そんな思ったより苦しく喋れてるもんね。ちょっとここ貸して。よいしょ、どうぞ。あ、これはやばいね。うん、あったかあったか、これはやばい。なるほどね。うん、じゃあ T シャツを重ねにすると寒くな い, ない。そしてもしできればそれにダウンを着るという結論でーす。でしょ。撮ってきたぞ。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくね。